猫カリシウイルスは、猫の感染症、猫カリシウイルス感染症の病原体となるカリシウイルス化のウイルス。口内炎のできた猫、FCV は、猫のかかる代表的な呼吸器感染症の一つであり、初期には、高熱やくしゃみ、鼻水やよだれを垂らす、食欲減退などの症状を起こす。症状が長引くと舌や口に潰瘍ができたり、口内炎ができる時もある。 また海洋や口内炎の二次感染として肺炎を起こし最悪の場合死に至る。ウイルスの感染力は強く、感染した猫と直接触れ合ったことによる感染、感染した猫のくしゃみ等による空気感染、感染した猫と人間との接触を介しての感染など多岐にわたる。実験では乾燥した環境下にウイルスを置いた場合、 3から四週間もの間ウイルスが生存していることが確認されている。子猫の場合は、生後3から九週間程度までは、母猫から受け継いだ免疫によって守られるが、それ以降、生後十週間以降の子猫は受け継いだ免疫がなくなってしまうため FCV に感染しやすくなり、症状が重くなることも多い。ただし三歳を過ぎる頃になると、発症しても軽微な症状のみか。 感染しても発症しないことが多い。FCV はワクチンができているため、特に子猫の場合は、動物病院でワクチン接種を受けると良い。ワクチンを受けたからといって、完全に予防することはできないが、もし発症しても、症状を大幅に軽減させられる。発症してしまった場合、別の猫に感染するのを避けるために注意するまで他の猫と触れ合わせないようにする。その上で、 スープやミルクなど猫の食べやすいものを与え、脱水症状と栄養失調を防ぎつつ治るのを待つ。FCV に直接作用する薬はないので、栄養補給を第一に考え、二次感染を防ぐ、目的で必要に応じて、各種抗生物質を投与する。FCV は、猫の代表的な病気であると同時に、海洋や肺炎など重症になるケースは少なく、 生猫であれば栄養を与えるのを怠らなければ大抵は数日で回復する。FCV はカプシドのみで形作られる簡単な構造のウイルスという点でノロウイルスとよく似た性質を持ち実際にノロウイルスの代替ウイルスとして実験に用いられることもある。ただし性質が似ているからといっても全く同じ性質を持つわけではないことに注意する。 ありがとうございます。